どうもでですす今日はですね新しいことをすると何か障害があるということについてお話ししたいと思います。これはね、えー、僕の経験上のことなんですけどもちょっと今言った言葉っていうのはね新しいことをすると何か障害があるということでこうマイナスなことが起こるような感じの言葉の表現をしてしまいましたけどもその何かね こう新しいことを始めて何か挑戦するとかそういうことをするとですねそれを続けていくその新しいことを挑戦してそこからちょっと続けていくとですねその、えー、と大げさに言うと試練みたいなもんですね困難というかその何かそ,のそれをするためにこう障害になるような出来事がこう起こることがあるというのをこう僕は感じるというか。 例えばその僕は今空手にこう取り組んでるとで空手に取り組んでてこう一生懸命やってるそれを何ヶ月か続けた時にですねこう全力を出しすぎてこう膝を右膝を怪我してほんでこう蹴りの稽古ができなくなるとかですねその突きをこう全力でやりたことによってちょっと、えー、右肩を痛めてしまってですねその え全力を出せなない状態になる今もねその膝はだいぶマシになってでもちょっと痛みが出ることがあるんですけどもあのま、ー、あまあなんとかできると。で右肩もその動かしてるんですけどもこうちょっとこう違和感があったり痛みが出ることがまだある状態なんですけどもそういうこうやり新しいことをやってこうやり続けるとですねその何かねこう障害というかそれをこう。 試されてるかっていうとなんか変な感じですけどお前それでもまだ空手やんのけっていうような感じのこと、えー、まだそこでもこうずーっとやり続けることがお前にできるのかみたいなねえー、ことを試されてるような、えー、ことが起きるんですねほんでもう自分の中でねその空手をやるっていうかそのどんどん極めていくという、えー、道をこう歩むっていうのはですね自分の中でも必須なんでね あのそれでこう空手を止めるっていうような障害には全く僕にはなってないんですけどもただするとやりりににくい状態にはなりますよねその例えば他のことでジョギングすることであったりとか他の動きとかで,ですねそういうのでちょっと障害になるということがこうちょっと起きるとで前の僕やったらそこでちょっとやめてるのかもしれないです。 今の僕のマインドやとそれがやめるようなレベルのもんではないという障害になるようなもんではないんですけどもそういうことがちょっとこう起きるのかなと思ったりはしてますね。うん、で他のそうですねことで言うと例えばこう毎日毎日こうずっと続けているえトレーニングとかこう訓練があるんですけどもそういうことをこうがちょっと。 できにくくなるようなぐらいちょっと仕事が忙しくなったりするんですね。で、忙しくなってそれでもやっぱりそれをしっかりとやるっていうことを示すというか、えー、そういうことをしていくとですね、そのそのやる時間をこう自分でこうなんとか工夫してできるようになるっていう状態になるんですね。うん、だからその空手にしてもですね、その 結局その怪我してまあ当たり前のことなんですけどしてして適切にこう、まあ、まあ安静にしていったらですね、まあ、自然治癒力であったりとかそういう、えー、冷やすその運動した後にちょっとその熱を持っているとこ冷やすとかそういう,こうケアをしていくとですねだんだん良くなっていくでちょっと時間がかかるものもあるんですけどそれは良くなっていくというところがあるんでそれでこうまたその空手にはこうずっとやっていける こととになるとそれとプラスですねその怪我をしたことによってですね自分のですねそのフォームその突きのフォームであったり蹴りのフォームのその弱点というかその自分の悪いところこれを直さなあかんところがこう 表出てきてきいるんでですすね。ということはですね、ととうこは障害っていうふうにその時は障害みたいになるんですけどもその障害というのはやっぱりそのどんどんその上こう高みに上っていくためにはですね必要な怪我をやったんかなと。 でそういうなんていうかその壁というかねそういうものをこう一旦小さいもんであってもそういうものをこう起きよるんかなとほんでそれをこう乗り越えると次のステップへこうつながっていくという形になるんかなというふうに考えたりはこうしますね、うん。だからそうですねあのまあそう考えるとまあ必要なものであると。 いいううとところかなという感じはしますねだから障害がこうくるんでそれでまあ嫌になって例えばやめるとしたらそれまでのものそれはそこまで成し遂げたかったものではないということがこう言えるんじゃないかなと。そうえー、だからねそういう障害が起きた時にですねあ自分に会ってへんから障害が来たんやというふうに 思うとですね、そのなかなか前へ進めないんですよね。何でもうまくずーっと順調にいくということはないですよね。人生というのはその困難がこう及るというか、そのやっぱ障害であったりとか壁とかね、そういうものがこうじょんじょあのー、適切なんかわかんないそこでこうこういうものが来るっていうのがある程度あるんじゃないですかね。でそれを乗り越えてパワーアップした自分になってまた次の。 壁だから、えー、自分に対してのその障害っていうかそのこういろいろやっていく中でですねその問題が起きたりとかするっていうのは何か次の、えー、と,ところへ行くというかその進んでいく時にそれそれが生かされるもんがこう来るのかなというふうにあの今は思っております。だから逆に言って だったらその障害であったり壁であったり問題であったりそういうものが来た時は自分がこう成長できるというか大きくなれるチャンスなんじゃないかなとこういうふうに思うようなその思考であれば。 いいんじゃないかなといいう,うに思いますなかなか慣れないですけどねやっぱりその,苦しむのは苦しみますよねその困難が来た時にはどうするかっていう苦しむことがあるんですけどもそこをこういろいろ思考していくとです思考しながら、えー、問題解決にちょっとでもなれるようなことを一応続けながらその代わりしんどい思いはするんですけどそれをやりながらやってるとですねこう道が開けるというような感じかなと。 いうふうふに思っておりますまあまああのー、本当のね本当の大きなこう壁というかそういう障害が来るとなかなかそう簡単にはこう乗り越えるのは難しくなってくるんで,すでしょうけども今の僕のそのレベルというかであればそこまで大きいものはね、えー、来てないんでまあまああのー 健康で面ですね精神面、肉体面両方、ですねそれをしっかり整,整えて、えー、そこだけは崩れない状態にしておけばですねチャンスは、えー、ずっとあると。 と,いうところでなんとかこう巻き返したりすることもえずっとできるんでねその健康がやっぱ害されてる状態であるとですねえ精神的にでも肉体的にでもですけどえ害されてる場合があるとなかなか巻き返すのにちょっと時間がかかったりこうやっぱりこう諦めてしまったりっていうことがあると思うんですけどもそういうものをこうエネルギーをこうたっぷり高めておけばですね なんとかこう乗り越えるものができるんじゃないかなというところでやっぱり健康ありきそのその健康もねすごい高い位置での健康健康をこうためつ保つということがやっぱりこう前進んでいく時のねこうエネルギーになるかなというふうに思いますだから健康第一その後人間関係お金と時間とこういうふうにこう四つのねこう どうですか自分人間としてのこういろんなことがありますね。健康人間関係お金のこと、えー、時間のことこの4つですねこの4つを全部をこうね、えー、より良くしていくためにでまずその土台になるのが健康ということなんでその健康を高めていって ややって色々やってていくとですね人間関係っていうのはねその時に残ってるものを、えー、大事にするだけだから結局目の前の人を大切にするというか大事にするということをしていったら、えー、人間関係っていうのも良くなってくるとその無理に自分が追いかけたりなんかする必要はないというところ。 でお金っていうのがその次に来るんかなと思うんですけどそこはね僕は今ちょっとこう課題のところであるかなというふうに思ってます時間に関しては今はもうあまりないと余裕はない状態ですねこれはもうもうちょっと後かなというふうに思っておりますということで今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます